なあ、えらいとこ来てもうたな。あなた、ちょっと出てください。あら、あなた、すごいですね、これ。これ、閉めれるやん。ちょっと、これいけるやん、これ。調整できるやつや。ちょっと待って待って、帰るか、やるやる。よいしょ。うんち、うんちあんたおむつしてんのよ。もうあかんわ。してるときにやったらエレミが。それな、おむつの中に感じるでしょ。うんちが感じるでしょ。感じませんか。真剣。真剣ですね、あなた。カラスさんも見てくれてるわ、あそこでな。さか、頑張り。あそこまで行ったら帰ってきていいことにしよう。ほんだら。な。よいしょ。いいじゃないですか、あなた。うん。いけるいける。頑張れ頑張れ。いいじゃないですか、あなた。よいしょ。肩の力抜かないのは僕みたいにならんよ。待って、うん、僕全部肩の力抜いて全然あの怖さっていうのを、うん、あの思わせてないから。いけたいけた。待ってたのねえ。まさかの順番、また後ろにロースある子やね、あなた。ちょっとつけさせて。これどうなってんの、ここ。よいしょ。これね、えらいピンクもあるんや。最近いろいろちょっと売れたからあれちゃうか。これ噛んでんの、あんた。噛んでんの。よいしょ。もう上手上手上手。はい、はい、おしっこ、おしっこな、行きますよ、おしっこ。行こう。おしっこするだけで賢い言われたら、あんた。そうよ。うん、似たもんかな。あー、こっちの方が楽やな。うん、こっちの方が楽ですね。うん、正面向いてるし、こっちの方が楽。余裕がある。この子の方がそうやけど、なんか見て暴れるタイプやろな。暴れる。うんうん。あ、む。向こうの子の方が多分暴れへんと思 う。この子の方が暴れる。暴れる。うん。暴れん坊。あの、よう見てやるもん。ポチパパ、ポチパパ。はーい、ポッちゃんピーちゃんです。はい、ちょっとお待ちください。おー、痛い。ピーちゃん、痛い。はい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 。まず禁煙がもうすぐで4週間なりますね。もうちょっとでね。うん、ああ結構辛いもんがあります。うん、生活習慣でやっぱりタバコを吸いたくなるっていうか、うん、イライラしてタバコを吸いたいとまたちょっと違うんやけど、まあ深呼吸で今は、うん、やり過ごしてます。深呼吸すれば結構マシになります。ややこしいなお前。ぽっちゃん、はい、もうぽっちゃんもねちょっとねご老体で、今の季節の変わり目、しんどそうにしてる時もあったり、うん、ちょっと地方が入ってたり入ってきたりで、ぼーっとして何やここの子と思って
突っ立ってる時とか結構あったりしてます。でご飯置いてあってもぼーっとして食べへんかったりとか、うん、ちょっと地方が入ってきたかなっていう感じですね。ほいで今日の動画の説明ですが、野犬で、お腹にね、子供が入ったまま、捕獲された状態で、保健所に収容されたということで、で、三重県愛護動物愛護団体つむぎ様の、ところで引き取ったということで、で出産して、子供が離れてまた預かりさんのとこに、行って、そこから、避妊して、さてそっから散歩、長い道のり散歩、ちょっとできないっていうので、2頭うち行きました。ほんで、1日日帰りのセッションで僕は2時間ぐらいしか見させてもらってないんですが、1頭目の子、ちょっと皮膚がすごい怪我かな、なんか荒れてて、もうここら丸刈りしてます。丸刈り板でちょっとね見苦しい、ね、痛々しい面もあると思いますがご了承ください。で、その子ともう1頭、女の子2頭ですね、散歩、やって、もう1頭、後で見た子、動画の中でも言ってると思うんですけど、後で見た子は、結構もう散歩行けるかなっていうレベルまで行ってるらしいです。よかったです。でもう一人の子はね、ちょっと怖がりっていうかね、やっぱり、保健所に捕獲されて出産して、でから、皮膚の治療ですよね、もう怖いじゃないですか、人慣れしてない時にもう皮膚の治療とかしてて、それでね、やっぱり恐怖を与えてしまってるんで、ちょっと時間かかるかなと思います。でもね、リード握らせてもらった感触ではそう時間はかからないやろうと思うんですが、ちょっと散歩のトレーニングっていうかね、どういう感じにしていったらええかなっていうアドバイスをさせていただきました。はい、それとですね、動画の最後の方でちょろちょろっと僕が喋ってるんですが、間かな、ちょっとオフ会をしようと思ってます。11月の4日、11月の3日が祭日で、金曜日で土曜日日曜日で3連休に、なります。そこの間の日ですよね、4日の日にオフ会としてちょっとやらせていただこうと思います。夜になっちゃいます。夜の9時からスタートで、ここ南海高野線の北野田駅ってあるんですが、後で概要欄に、リンク貼っておきます。そこの居酒屋さんごっつちょっとね移転してきはって、神戸の方からね、美味しいんですよすごく。で、そこ、この間動画でちょっと出してるんですけど、そこに、ちょっと、店主にですね、ちょっとお迂回させてもらえへんかなっていうのを声かけて、めちゃ、ありがたく受けてもらいましてですね、30名詰め込んだら35人ぐらい行くぐらいの、居酒屋さんで、そこでお迂回させてもらいます。で飲み放題で4000円でしましょうか、これちょっと、500円ぐらいはこう動くかも分かりません。3500円になるか4500円になるか、まあちょっとね、人数に合わせてちょっと値段設定しないとね、居酒屋さんに迷惑かかるんで、一応4000円前後と思ってください。それで、飲み放題で9時からラストまでで、遠方の方は、宿
堺東、南海高野線の堺東、北野田から急行で一本南波向いて大阪向いて行ったら、堺東っていうとこがあって、そこでねビジネスで5000円ぐらいで、ポチポチ5000円ぐらいで宿泊できるかと思います。で、年末に忘年会兼ねてて思ったんですが、年末になるとビジネスも取りにくいのと、高くなると思うんですよね。そういうのもあって、11月にさせていただきました。11月4日です。概要欄の方に、リンク、お店のリンクとホテルのリンクとかも貼っておきます。それとあとフォームを作っておきます。ただ単に名前とメールアドレス連絡先ぐらいのフォームになります。それでフォームを作っておきますんで、来られる方、フォームから、ご連絡ください。ということで、11月4日、午後9時21時ですね。9時からやると最終電車が、で間でお泊まりされる方なら目いっぱい2時間以上はいてれると思います。それで犬がどうのこうのってなるじゃないですか、絶対に。心配やとかね、一人暮らしの方とかね、そういう方とか夫婦で来られる方とかって、犬置いていかなあかんってなったら私ら行けないわって、うち預かります。前もって言ってください。クレートで、一晩過ごしてもらうことになると思うんですが、前もってうち来てもらって、駐車場をここに置いて乗り合わせで駅まで行きましょう。乗り合わせで、ほんで駐車場止めてっていう感じでやりましょうか。前もって来てもらったらね、夕方いうか夜に、で夕方来てもらっても、ちょっと犬遊ばしたったりとか、この辺散歩させたりとかできるんで、その辺で時間潰しはできるかと思いますんで、そういう形で犬はうちで預かります。クレート持ってきていただいてもいいし、だいたいこのぐらいの大きさっていうのを前もって聞いとったら、うちのクレートを使わせていただこうと思います。持ってきてくれる方が助かります。場所は会見のとこと、僕の、ね、寝てるとこも行けるし、下の検査も行ける。全部空調効きますんで、もうね、11月ってなると何もいらない、今一番いい状態の時だと思うんで、心配一番いらない時だと思うんで、そういうので、お迎え、できれば集まっていただけたらなと思います。はい、説明欄の方にご覧ください。はい、それでは野犬の動画どうぞ。この人、いいじゃないですか。なんかミミちゃん。え？ミミが欠けてるからミミちゃん。ミミちゃん。ミミちゃん、ちょっとあなた、これドロドロでしょ。入ってください。あれ？何なってんのこれ？あ、ドーナツで。はい、なあ、えらいとこ来てもうたな。あなた、ちょっと出てください。あら、あなた、すごいですね、これ。いいやんか。はい、ちょっと、リード変えよう。よいしょ。ちょっとね、あなたね。ね、やよ。抜けそうやな。はい、両方緩い。見えへんか、余計やな。多分それね、それ以上きつくならんと思うね、この首輪は。いけるいける。今、ここ。はいはい。
箇所か。よいしょ。あ、この耳が欠けてるのね。地面つけられへんからな、ビトビトで、はあ、首輪変えようか。これもう一個締めれるやん。これ使いにくい首輪やな。これ締めれるやん。ちょこれいけるやん。これ調整できるやつや。ちょっと待って帰るか。やる勝手になってるから。よいしょ。首輪やな。あんたらみんな一緒の顔してんな。俺絶対し、こう首輪持っときゃ絶対したよ。上持ったってなるよ。ここ閉まってね。で絶対指は下に入れること。下に入れたらえしにくい、締まりにくい。これ上でようしはるやん。で、上ってここ締まってなるん。少々暴れてもこれやったら上ってならない。うん。ほいと噛む犬したよ。上持ったら噛まれる。下噛まれへん。口近い。うん。噛まれへんねん。持ってけへんねん。で触れるん。うん。これでもこうなっても下に持ってこられへんねん。だからカモ犬って下からつかみに行ったら噛まれにくい。こう持って行ったら噛まれるときは噛まれるねんけど、だけど噛まれにくい。上こう持つとこう怖さゆえに余計に振り向いて噛み寄る。こう持つとね、なんか絶対首輪は下かも。これ変えようか。やりにくいなこれ。はい。これ色あんねんな。ある。いい色ね。うん。ミミちゃん、はい、終わった。いけんじゃん、この子散歩も。ほれ、いけるで。うん。いける。ちょっとリードちょうだい、一本。いけるよこの子な。ちょっと行ってみようか。あなたいけるよ。うん、ほれいけるいける。うん、今のでちょっとマシになったかな。ちょっとみりんちゃん嫌やろうけどな。嫌やろうけどな。
ちょっと我慢しといて。はい、いけるいける、全然いける。ちょっとな、北斗も嫌やろうけどな、嫌やろうけど、ええやつやねんで。ほれへん、ほれへん、どこ行った、ほれ、全然いけるよ。全然いけるっていうこともないけど、いける。ほい、階段嫌やな。ほい、うんち、うんち、あんたおむつしてんのよ。もうあかんわ、捨てるときにやったらエレミが。それな、おむつの中に感じるでしょ、うんちが感じるでしょ。感じませんか。真剣、真剣ですね、あなた。せやないな。いけると思うよ。うん。もうでもここで撮ったら余計暴れると思うよ。見えた。うん。ちょっとちょっとちょっと。はいはい。ごめんね。えらいことですよ、あなた。団子うんち。だん。カラスさんも見てくれてるわ、そこでな。さか頑張り。あそこまで行ったら帰ってきていいことにしよう。ほんだら。な。よいしょ。いいじゃないですか、あなた。うん。いけるいける。頑張れ頑張れ。いいじゃないですか、あなた。よいしょ。これカラスさん、あれな、柿できんの待っとんねん。昨日も待ってたもん。どうしたの、行けへんの。でもダメなのよね。行くのよ。おおおおお、よいしょよいしょよいしょ。行くのよ、向こう行ったら帰れるから、そういうルールなのよね。信頼。よし、ここへタッチよ。タッチ、昨日なお前来るからな、草刈ったのよこれ。それをやっぱり見せたいじゃないですかね、草。ちょっと締めてくれますか。こんな感じ。はいはい、締めるわ。うん、ほい、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じよ。うん、そんなあれやで、この子は。うん、タキちゃんみたいな。タキゾウくんやな、あんたなあ。大丈夫よ、この子は。うん、と思う。うん、こうやって連れ回す、ちょっと連れ回しとったらだいぶマシになるよ。全然いけます、いけます。大丈夫よ、こうやってちょっとちょっと外へ出さって、ちょっとこうやってあの出して、でもう返してっていう感じで。うん、庭で。うん、ちょっとちょっと待ってね。
ほい。ちょっとしんどいけどな、逃げたらあかんからな、あんた。えらい目に遭うで、逃げたらあんた。最近な、脱走多いんですよね。だからね、ちゃんとしとかなね。ここに何かついてるわ。行くやんか、ほんと。はい。やんか白いやんか、あんた白い、これケケケケやんた、これケケ、あかんた、あんた夏黒くれるで、今の夏黒みんなに配ってはんね、びっくりするやろ、笑っちゃうね夏黒、びっくりするで、なんか袋持ってんな、また夏黒みんなにな、このおっちゃんがポケットな入ってるいや、このおばちゃんナチグロ配ってんねん、びっくりやで、スーパー行ってナチグロ買いはんねんでびっくりしますわ、ナチグロ。じゃ帰ろ、ナチグロもうた、みんなこれね、ナチグロあげよう言って、それで誘惑すんねん、ナチグロでもう初めて見た時びっくりしたで、ナチグロ持ってる、いやでも白いから、あなたのミルクのなんとかいうのあるから、夏風呂ですよ、白には。はい、帰ろう、この子は行けます、肩の力抜かな、僕みたいにならんよ、ちょっと待って、待って、僕全部肩の力抜いて、全然あの怖さっていうのあの思わせてないから、いけたいけた、こっち帰りたい、すごいな、タキちゃんよりええでな、やっぱりナチグロの力は違うでな、やっぱりナチグロですよ、みんなナチグロ欲しさにな、一生懸命なってすんね、どうじゃんか、街中怖いな、これ端端行く子やから、街中が怖い、車の中入んなよ、いけるいける、階段登れへんのちゃうかな、多分、土登るやろ、あ、登る登る、すごいね、いいじゃない、ここに来たんや、こっから来たんや、えてそらナチグロもらえるわ、北斗よう似たやつおるな、北斗えらいことや、あんた先輩ずらして、先輩北斗変やのに、あんた、それみりんちゃんも変やのに、うんちして、はい、ええ子やんか、第1号、この子は大丈夫、大丈夫です、これちょっと待ってな、これはちょっとあろうて、ちょっとさーっとあるって、この子、それ巻かなあかんな、巻いたろ巻いたろ、
うっとうしいね。これな。下をも。指が入らへん。うん。うん。よいしょ。はい。はい。ギリッ。よし。こっちが結構きついなこれ。うん。これでいこう。もう観念したな。観念した。またあんたおむつしてくの？下につけんの？ん？顔側じゃなくて。下でいいや。下でやってこっちにリードつけたよね。うん。なら、これぐるり思い出すわ。ぐるりずっとこれして。えらいなんかいいねこれ。なんかこれいいで。人間の熟装予防みたいな。うん。これ本当。噛む犬にもこれ使えんねん。噛まれへんねん。うん。ええやんか、あんたピンクやし。ぐるりフードアグレッシブの時これしてて結構。すなおちゃんでこれを起こしてんでこっち側をもうなしにしてよいしょ。でこれを暑いなミミちゃん。いいじゃないですか。かっこいいわあんた。得やなあんた。うん。もう帰ろうって。いいじゃないですか。はえちゃん、卵産んだ嫌ですよ。ああ、そうね。うん。虫がね。それ。次俺の番やで。女の子か。あ、この子かわいい。もうなんか反省してやるで。この子。あ、そのリードあれですよ。これちょっと変えて。それ。あれ？これ。全然違うね、家と施設ではね。うん。あ、うん、取れや。うん、取れる。取れる。うん、これや。これ。たけちゃんとすり替えやか。でも、ええ子、でもね、すごい、すごいいい子になってる。もう後ついてくるし。夏ぐらいやってるから。さあ、この人姫ちゃん。姫ちゃん。姫ちゃん。待ってたの？ねえ、まさかの順番、また後ろにロースある子やね、あなた。ちょっとつけさせて。これどうなってんの？ここ。よいしょ。これね。えらいピンクもあるんや。最近いろいろ。ちょっと売れたからあれちゃうか。これ噛んでんのあんた。噛んでんの。よいしょ。あ、この子の方がええわ、あの子より。あ、そう。うん、全然。すごいね。
いい子になった。うん。今だけの我慢やで。夏ぐるくれるわ、また。あんた。夏ぐるポケットから出てくるの。びっくりすんで、出てきた時見たら、あんた。これ食べるかーって、あみなみーってくんで、びっくりするで。なあ。困ったな。これは。ナチグロ、ナチグロ言うとかね、この人。ナチグロ。これ、中途半。かわいい。これね、好みかな。あ、緩かったな。こっちの方がいいんですよね。しめなあかんなんねん。困るな、美人さんもな。これは抜けへんと思うけど、伸びたら知らんけど、これ今やったら抜け。これ以上締めたら痛いで、これ多分。うん。よ。来んねんよ。まあ行く間。行きましょうか、君。行ったらナチグロくれるから行こう。北斗なんか文句ありそうな顔しとるわ。あれで何やお前、真剣に。あ、この子が絶対よ、絶対。うん、この子絶対。うん、北斗こいつな、ちょっと1ビリやけどな、ええやつやねんけどな。1ビリやねん、もう絶対1ビリから。いちびるってこれ嫌やな、コンコンな。降りますよ、下りですよ。もう上手上手上手。はいはい、おしっこ、おしっこな、行きますよ、おしっこ。行こう。おしっこするだけで賢い言われたら、あんた。そうよ。うん。似たもんかな。あ、こっちの方が楽やな。うん。こっちの方が楽ですね。うん。正面向いてるし、こっちの方が楽。向こうまで行こう。ほいほい。前もようあるかねな。前行くの？前行けへんの？どっちなの？
はいはいはい、はい、こっち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 ですよ。なんか、よいしょ、うん、いい感じですよ。いい感じですね。まあこの子もちょっとずつやな、ちょっとずつで1ヶ月ほどで行くんちゃう？うん、こんだけ歩けとったら、うん、隠れ場所あるからやろ。うん？隠れる。うん、滝やぶんで隠れるとこあるから。1ヶ月ぐらいかけてちょびちょび出て、ちょびちょび距離増やしていったら全然いけるんちゃいますか。うん、でもこっちの方が顔に余裕があるわ。顔に、水たまりだいぶマシになったな。水が清くなったんかな。カラスカキこれ、あの人うんち、なんかカラス増えてない？そろそろここやでってみんな集まるよ、ここやでって。まあうんちいるって間もそんなに、うん、そんなにあれやなれへんからええよ。この白色ってマシなん、マシなんちゃう？ちゃう？そんなことない。せやけど鬼太郎小太郎があれやもんな。でもこの子顔に余裕あるもんな。うん、こっちの子の方が早いと思うわ。うん、顔に余裕はもうゆとりあるもん。こうリード張った時にちょっと緊張しやるけど、こういう張れ張った時な、緊張しやるけど、緩んだ時顔にゆとりあるもんな。うんうんうん、あの子よりな、この子の方が早いわ。うん、尻尾も見てみな、力入ってないやん。降りてんのは降りてるけど力入ってない。うん、いい感じや。後ろ足も力入ってへんし、いい感じ、いい感じ、いい感じ。この子の方が早いわ多分な。蜘蛛の巣、あんた取っとかなあかんで、あんた蜘蛛の巣、蜘蛛の巣これか。うん、余裕がある。この子の方がそうやけど、なんか見て暴れるタイプやろな。暴れるの？うんうん、暴れるやつだけ。向こうの子の方が多分暴れへんと思う。この子の方が暴れる。暴れる。うん、暴れん坊。あのよう見てやるもん。
いい感じ、いい感じ。よいしょ、よいしょ。うん、こう足ちゃんと回してやろう。ほんで足回してる、うん、うん、もういいんちゃいますかこの子は多分。うん、うん、いいやんか。俺普通やで、もうな、あのちょっと都会やったらちょっと慣れるまでかかるやろうけど、人が、うん、この方が早い。もう1週間頑張ったらっていうとこちゃう。こんなとこやったら1週間かかれんやろな。さて階段どうなるんですかね。階段この人ええ感じ。ほんま天才やわ。うん、あ、すごいわこの子。すごいな。あら、足の間。こっち帰んねんな。だ、変なおっさんおんねんな、ここに変なおっさん。最近全然変なおっさん。で、変なおばちゃんおるし、ここに。うん。猫怒ってるわ、えらい。まあ大丈夫でしょう。こっちの子の方がほんまにあのちょくちょくやってやると早いと思う。で向こうの子はちょっと時間かかるやろうけど、大した問題じゃないと思う。あのワイヤーやな。ワイヤーどこ行ったかな。このまま家に行って、あ、そうなん、バリケンごと、うん、頑張って。いやの、うん、この子の方がいいってことで、はい、ありがとうございます、これパパ。ほんでな、オフ会賞を持ってんの。オフ会11月の4日に来れるんやったら来て泊まるのもあれして、あの居酒屋さんやねんけど、その他の人にもこう声かけようと思うんやけど、あの YouTube で、で、あの居酒屋さんでな、最近行ったとこがあんねん。でそこってあの YouTube のやつ人入ってへんねん。美味しいねんけど、うん、神戸からこっち移転してんて。ほんでマンションの2階みたいなとこやねん。気付けへんっていうのもあったり、いろいろ立地条件もあると。美味しいのは美味しいんやけど、ガラガラやねん。ほんで、うん、そこでしようかって思うんやけど、9時半からラストまで、9時からラストまで、うん、夜の9時から。ほんで、ビジネスホテルがな、電車で行かなあかんねんけど、あんねん、堺市市に安いとこ、あれ何本ぐらいだったかな、5000ぐらいで泊まって朝帰るみたいな感じ。飲めへん人おったらそのまま帰れるよ。飲めへん人、飲めへん人、ここらの人に飲めへん人言うのが間違いやったわ。なんか飲めへん人ほんまおったら、ね、大きい車で来たら、うんうん、誰かおったって飲まへん。で来たら、で飲めへん人運転するのしんどいから私ら出したるわ言って、そんな高い会費にせんとこう思うんやけど、うん、値段も言うてくれ言われてん。なんかあれで、で年末にしたらまたその泊まる人とか取りにくいやん。そやから早めに11月の初めにしようかなと思って。4日の土曜日、9時、3日にさ
とさ、岩下さんっていう野犬を連れここにお願い、ってトレーニングお願いしようと思ってた。うん、聞きたらいいやん。3日に来て4日も。うん、4日も来て。もうそのまま言っといたらいいね。あの、来たらいいやん。3日いいよな。うん。4日って来月の4日やで。うん、知っとるよ。うん。3連休。3、4、5かなんか。土曜日。30人ぐらいで満席になるぐらいのお店やね。カウンターまでてな。だからそんな大きいお店じゃないって。入って予定見てみる。うん。降ってきたん。降ってきたな。今日あれで2時でやむ言ってたの。ただ飲んどった。それ前の前の前のもうだいぶ前。あのライブでやった時にそれ開けて飲まん、そんな飲まんへん。最近飲んでないもん俺な。ほんまに飲んでない。でもその場に置き去りなんです。ああそうなんだ。なんかもうそのまま置いてある、ね。うん。もう最後せな。あれ片付けなあかんで、ね、あんた。それ、うん、片付けな。片付けな。あの入っていくで網に入っていっぱいになるで。はい。片付け。気持ち悪くなる、なる前に。いやあんたちゃんとしとかんと自分のことは自分でね。反省してんの、うん、眠たい。もうトイレもしたしね、うん、もう車で寝るから。もう寝る。帰りナチグロ持った。ポケット入れた。ナチグロみんなおれへんとこで食べなあかんで、うん、まあな言うほどのもんあのボスみたいなもんじゃないわ。あれ止まったり とかややこしかったやん、うん、あんなにはならんわこの子ら。ただこっちの方がよう周り行ける、見て観察力あるから、うん、暴れるのはこっちの方が暴れると。なんか起きて前から来た人が来たとか車が来たっていう時はこっちの方が暴れると思う。もっと待っとくしかないね。うん、向こうの方がちょっと鈍感と思う、うん、こっちの方が敏感と思う、それぐらいかな。誰か捕獲するまでにさ、毎日餌やりに行っとるやんか、うん、この子はしょっちゅう来よったもん、この辺まで高いよ、うんうん、この子はなかなか来やへん、うん、観察力が、うん、やっぱりそこらが今でも出てるね、うん、そう賢いねんな。用心深いっていうかな、うん、眠たいな。眠たいな。夏グルー食べや、帰りな。どこ威嚇したんの夏グルー。持てやろ。くれんねん、くんと。持てない。なんでナチグロが出てきたの。最近ね、ブームでね、この人。雨ばっかり食べてね、この砂糖ばっかり食べてね、持ってた黒飴をね、そっちでもせめて黒砂糖のミネラルが入ってるからね。うん、ナチ食べたらね、そんなナチグロなんて言うて、一個食べたらその後からのこんなずっと食べた。食べてる。でもまあね。あかんね、うん、今日見てる鼻水な、うん、ナチグル食べてんの、うん、ナチ、うん、はい、はい、じゃあ行こうかな、はい、はい、できたしね、ありがとうございます。